どうも、こんにちは、NM です。今回は新たに追加されたチャレンジクエスト、腐れた花を初見で挑戦していきたいと思います。使っていくのはこのパーティーですね。ちなみに、ラボにイグザが追加されていたので、イグザ早速3覚醒させまして、週末アリマにつけてきています。で、こっちは、断罪の方はナルカミで、平子の方には堂島海を持たせて、全員 UR クイン家で、統一してきています。最強難易度らしいので、まあちょっと出始めにねこんな感じでやっていきたいと思います。多分負けるでしょうね。はい、有馬ってくるといい。コンティニューせず30ターン以内に有馬騎手を討伐。じゃあやっていきましょうかね。ちょっとイグザの効果読んでないんですけど、とりあえず普通に、お、有利属性じゃん。あー硬いっすね。でもまあ20万でこんな削れるってことは、相手鳴神持ってますね。永続で、120% 永続、しかもマーカーをつけると。あんま固まってほしくないな。あ、しかも回避つくんだこいつ。回避って確かあれか、スキル使わないと当たんないやつか、もしかして。あー回避されるな。回避が永続じゃなかったらいいんだけど。あ、でもそこまで攻撃力アモンみたいにバカ高いってわけじゃなくて、これですね。ちょ待って、これバフかけれる。あー、あれか、使用者だけかこれ。まあ堂島海もフル覚醒させるんで、いきます。イグザンスキル、この一撃耐えられるか。遠隔起動、おお、かっけー。おお、強いっすね。あー普通に勝てそう。ああ強いなイグザ。この一撃耐えられるか。さあ始めよう。じゃあナルカミのスキル使っていきましょう。まあ、次イグザのターンが回ってきたら勝てるかな。それか平子のあれかな、連携で勝ったりするかな。これは操作感使って楽しいとこはあれですよね。やっぱ平子でめちゃくちゃ連携させて。ごめん、ちょ、画面落ちた、落ちちゃった。ちょ、マジ演技悪いんだよ、クソ。画面、ここに来て画面落ちるとか。最近キャプチャーの調子も悪くなってきたし、潮時かな。さあ始めよう。はい、あ、相手もしかして属性変更してる。ああ、してるんだ。全然見てなかったな。さあ始めよう。マーカーついてないんでね今。あの属性変更してんならこっちが有利属性だぞ。この一撃耐えられるか。ああ、断罪まで追い切りになられた。結局最後週末で戦う羽目になるのか。さあ始めよう。じゃあ最後とどめといきますかね。あ、こいつ回避ついてんのか。ふざけんな。え、きつくね回避は。なるほど。もう食べたくない。食べる？おやつ。